自分の一生の中で過ごした一番大きな出来事をお伝えしたい。そして私らのこの時空の旅という名前をつけて、私が過ごした1年間、集団世界一の1年間をこう絵にしたんです。年としては13と言いましたが、東京、横浜、川崎、横須賀、名古屋、大阪、神戸、尼崎、門司、小倉、戸畑、若松になった。これは北九州ですよね。で、年が明けた昭和24年の4月にはもう京都、舞鶴、広島、呉というふうに20疎開、30疎開というのが起こるわけですね。私たちは大阪市立聖華国民学校、聖華、これは難波の高島屋のちょうど前から恵比寿バス筋子供たちだけで出ていくと、難波からこうして8月31日に市電に乗って大阪駅前向きの市電です。これは越後線を登っていくんですけども、みんな遠足気分です。分かってないんですから、本土決戦も分かってないし、戦争の凄さも分かってないし、とにかく遠足気分でみんな難波から出て行ったんです。で、国鉄、当時国鉄ですね、 JR ですけども、ここからもまだ顔が笑ってるでしょう。こういうふうに疎開学童列車専用のものがあります。風呂がないからもらい風呂に行くと、各班に分かれてもらい風呂に行くと、で、夕焼けの中を農家のうちに順番に動いてもらいに行くということなんですよね。お風呂と言うても、今皆さんガス風呂屋とか電気風呂で言ったりしたもんですけども、当時のお風呂はこんなお風呂です。五右衛門風呂。思い出があるでしょう。どっちも、そこに蓋が開け、片っぽへ座ると片っぽが上がる、片っぽに座ると。だいたいこれね、いわゆる洗い場がないでしょう。このお風呂は蒸し風呂なんですよ。農家の人が農作業をして帰ってきて、この蒸し風呂で体をあれしはるんですよね。さあ、先月もいろいろ楽しいことも苦しいこともありましたけど、稲穂取りっていうのがあります。これはこの土地でどこでもあると思いますけども、稲穂はそれを行って、そして食べるという、その土地でやっぱり蒲鉾源としてのことがあったんでしょう。やっぱりこういう形で稲穂を取るというのも子どもたちは楽しいもんです。田んぼの中に入って、そしてこの竹筒を通して袋の中に稲穂を食べるというんですけども、これもね、一枚の絵として皆さんご覧にいただいておりますけど、この奥にある田んぼのそばにずっと木が立ってるでしょう。こういうのは滋賀県独特の風物なんです。もう今はね、機械化されて、でこういう風物が全くなくなったんです。田んぼを大きくするためにあぜのこういうのを取っ払って、だからね、ある意味これもね、その時代の風景画としても見ていただくことができるんです。滋賀県の人なら懐かしいと言うと思います。さあ、だんだん分かってきた。うん、遠足で来たけどいつ帰るには分からない。で、学校は茶道心つかんように遠足や何やらとその辺河原へ行ったり何やらしよるけども、一向にいつ帰らせてるという話も出てきて、食べるものもそこそこまずくなってきた。だんだんなくなってきた。おかずの恋しい